高橋優太の動画。コーヒー好きの皆さん、どうもこんにちは。同じコーヒー好きの高橋優太でございます。先日ですね、ちょっと人と会っている時に、コーヒーミルですね、手引きのコーヒーミルの調整が難しいというご質問をいただきまして、今回は手引きコーヒーミルの調整のコツということでちょっと話してみたいと思っております。で、手引きのコーヒーミルなんですけれども、大体はですね、こんな風にネジがついていて、まあ、締める緩めるでこう引き目を調整するということで、非常にですね、こうアナログな仕組みになっております。ただこれから紹介する2つのステップを押さえれば簡単に調整することが可能です。で、その2つのステップを紹介する前に、まあ、前提条件として押さえていてほしいのが、まあ、コーヒーの粉の引き目なんですけれども、非常にですね、微妙な調整で引き目が変わります。まあ、大体マックスで2ミリぐらいですかね、2ミリぐらいの粉の粗さが超粗挽きだとすると、そこからですね、こうコンマ1ミリレベルで小さくなっていく形で、こう粗挽きから細挽きに変わっていくということで、もう1ミリ単位で調整するとかっていうんじゃなくて、コンマ1ミリ単位でどんどん引き目が変わっていきますので、まあ微妙な調整が必要になるというところをまず押さえておいてください。ということで、まずステップ1なんですけれどもまず仮の基準点を決めるということでございます。で、どういうことかというと、まずこちらの引き目を調整するネジを思いっきり締め込みます。締め込んで、ここまでしか回らないっていうところまで締め込んだら、こっからちょうど1回転読めます。はい、こうですね。で、これをまず仮の基準点とします。で、大体ですね、ちょっと全部の手引きのコーヒーミルを調べたわけじゃないので分かんないんですけども、ちょうど締め込んだところから1回転緩めるぐらいで、中引きから中粗引きぐらいになりますので、まあ大外しはしない引き目になるのかなと思います。ということで、この仮の基準点で1回コーヒーを引いてみると、引いて入れて飲んでみて、で味を確かめてみる。で、味が濃ければ引き目を粗くする、味が薄ければ引き目を細くするっていう形で調整することになります。で、ステップ2で引き目を調整するということになりますけれども、先ほどの前提条件を思い出していただければと思います。まあ、コンマ1ミリ単位で引き目が変わっていくっていうことで、微妙な調整が必要になると。で、こうネジを回すっていう時ですね、どうしても普段ネジを回すってなると、こうドライバーを持ってグリグリ回しますよね。なんでその要領でネジを回すってなると、こう一気にこうグイッとこう回してしまいがちなんですが、そのグッと回したくなる衝動を抑えて、45度ずつネジを回して調整していきます。まあ、味が明らかに濃いとか薄いとかであれば90度ぐらい回していいかもしれないですけど、まあ、45度ずつ回していくのは個人的におすすめですね。で、味が濃いっていうことであれば45度を締める、薄いっていうことであれば45度緩めるということですね。で、それで味がちょうど良ければ、それが自分のちょうどいい基準点ということになります。なんで、まあ、1回転と45度緩めたところがちょうど良ければ、それが基準点ということで覚えておきます。で、まあ、こう分解して掃除しましたと。で、また組む時に、よいしょ、まあ、締め切って、で1回転緩めて、で45度緩めるということで、自分の好みの引き目にまた戻すことができます。まあ、そんな大した話ではないんですけれども、まあ、手引きコーヒーミルのですね、説明書を見てもあんまりそこまで丁寧に書かれてないんですよね。こう締めれば細引きになります、緩めれば粗引きになりますっていう、本当にこう客観的にしか書いてないので、まあ、調整が苦手っていう方には参考になるかなと思いまして、今回この話をしてみました。最後にワンポイントアドバイスなんですけれども、手引きミル、まあ、やるの結構大変だと思うんですよね。で、細引きであればあるほど
多くこう回さなきゃいけないようになるので結構さらに大変になります。なんで少しでも楽したいっていうことであればちょっと粗めに引くと楽に引くことができるようになりますので、まあ、ちょっとそのあたりも意識してみるといいかもしれません。今回もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。この動画参考になったあるいは他の動画を見てみたいとございましたらぜひぜひ高評価ボタンお願いいたします。また今後もコーヒーの動画をですね出していくつもりですのでチャンネル登録がお済みいただければぜひぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。高橋優太でございました。では。